とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もモッドを入れてみました。何のモッドかっていうと、ペットのモッドですね。さあ、今日はどんなペットが出るのでしょうか。お見せしましょう。このペット。そうです。あのゲームですね。あのゲームの、キャラクターがペットになっちゃいます。ちっちゃいね。ちっちゃい。だからちょっとわかりにくい。まあまあ、ウィザーとかだったらね、でかくってわかりやすかったんだけども、この子はちょっとちっちゃめです。はい。今日はこの子がついてきてくれます。で、今日もデイリークエストやっていこうと思うんですけども、クリアできるのでしょうか？いきます！それでは行きましょう。今回が HP30% 減少して、レッドストーンキューブに変わる。で、食料貯蔵を持ってるっていうやつですね。おー、いるいる！ちゃんとついてきてくれてるよ。若干ちっちゃめだけどね。いいね。いいよ。かわいいよ。あ、装備がこれでいきます。ビースティンガーとウィザーアーマーと弱体化のドラ、パワーシェイカーですね。パワーシェイカービルド。ですね。で、弓は、パープルストームの無限がついてるやつ。これでいきまして、矢がある程度増えてきたら、どうしようか。弱体化の矢に変えちゃおうかな。あれがあると、だいぶ火ダメ軽減されて、使いやすいんですよね。なんで、そっちに変えていきましょう。まずは普通にね、進んでいきます。あ、はい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 。レッドストーンキューブね、ここは。わかってる。結構うざいんだ、こいつ。早いし、動きが。意外と。いけるね。で、キャプテンもここは、たくさんいると思うので、まあ、いないときはいないけどね。まあ、いると思うので、全部探しながら、やっていきまーす。うん、楽勝。はい、キャプテンとりあえず1匹目倒しました。これ弱点がね、やっぱポーションバリアが、あまり発動しないっていうところじゃないかな。発動しにくいのよね。モブ HP170% 結構厳しいかも。うん、まあまあまあ、大丈夫かな。ドラをしっかりと入れていけば、多分いける。うん、この高回復で耐えていけるでしょう。流れ込む魂入れればもうちょっと回復がはかどるか。でも、そこまでは必要ないかな。うん。輝きとこの 6% 吸収。これで大丈夫でしょう。もしも厳しそうって判断したら、流れ込む魂の方をつけていきます。ちょっと待って、変更付きかよ。変更付き、ちょっと待って、おいおい、えぐいな。ちょっと待って、変更あると、近づきにくくなるんで、嫌ですね。まあまあ、矢を使わずに近づけばいいんだけどね。どうしても癖でね。ぴょんぴょんで近づいちゃうので仕方ない。中間地点抜けました。厳しいな、ここ。いけるか。いや、厳しい。あぶねえ。これやけどが、あ、遠距離のやつでよかった。あ、ちょっと待って待って、あぶねえ。お前についてるずっとダメなんだ。やけどがね、結構嫌い。よし、矢は250発。まあまあまあ足りるかな。いきましょう。基本そんなに戦わず行って大丈夫でしょう。あ、出た。え、キャプテンいないな。いや、こういうところにはいないもんね。多分途中の洞窟があるんじゃないかな、このタイプはさ。おいおいおい、何ここ。いや、でも全然重力で集めてパワーシェイカーを当てれば余裕いけてるね。ボス手前ですね。多分こっちにいるんじゃない。あー、いるいるいる。あ、でもこれ全然いないかも。いても2体ぐらいか。洞窟がね、あるかなと思ったんですけど、どうも洞窟は今回はね、ないっぽい。あ、今回ないわ。まあまあいいや。
取っていきましょう。神秘、神秘だったら嬉しい。もう、あ、上にももう一体いる。あ、オッケー、神秘。なんだ、プレイヤーダメージ 40% 減少。うわうわ、結構倒せなくなったな。で、いるのかい。あ、いないわ。いませんね。今回はちょっとキャプテン少なめでした。うん、まあ、これでボス行ってみましょうか。あ、なかなか厳しいかな。 40% 減少して 170% アップなので、ちょっとボスが時間かかるかもしれません。いくぞ。硬そうだわ。普通の3倍ぐらい硬いね多分。あ、でも全然減らせる、全然減らしていけるわ。さすがやね、さすがの破壊力。もうレイピアもね、やっぱこのパワーシェイカーと合わせて使うと相当強いのよね。あ、でも普通に攻撃したらね、全然与えられない。やっぱパワーシェイカーのおかげで相当いい。はいはいはい、いける。終わりかな。しゃあ、はい、ということで今日はここをクリアしましたね。ダメージ 40% 減少の HP170% アップのデイリーでした。あ、アマンガス、あ、言っちゃったここにいた、ここにいますね、います。可愛らしいです。まあ、これぐらいの大きさだったらね、別に連れてきてもいいかな。ウィザーとかね、かなり大きかったし、あれがなんか後ろから来るとドキッとするので、このキャラクターだったら、お、座った！かわいい！座り込んじゃうんだ、かわいいな。いいと思います。はい。今日はペットモッドでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。